伊豆半島の最南端、南伊豆町。綺麗な海と景色を求め、1年を通じて多くの観光客が訪れます。町の主要産業も宿泊業。コロナの影響も受けましたが、今年の夏は少しずつその数も戻りつつあります。一方で町はこんな悩みを抱えていました。飲食店、旅館等から出るゴミはほぼほぼが生ゴミでございますので、生ゴミの水分を上手に切り切れるということはなかなか厳しいかなと思いますので。ズバリゴミの問題です。南伊豆町では1日におよそ10トンのゴミを焼却処分していますが、町民がゴミ処理費用の1割を負担するなど、小さな町にとっては大きな負担です。この清掃センターを運営するにあたって、年間約1億5000万程度委託でかかっております。そういった中で、今後町が単独で清掃センターを建設して運営していくにはかなりの負担がかかりますので。特に多い生ごみの処理には頭を抱えています。そこで驚きの実験を始めようとしています。こちらはどういった機械になるんでしょうか。こちらが家庭ごみを発酵乾燥させる装置になります。町と企業が連携して町内で出されるごみを燃料に生まれ変わらせようというのです。その方法とは、こちらはですね、ゴミをこの中に、分別しないまま入れて、この中で、微生物の力を使って、発酵乾燥をさせていきます。これで生ゴミの水分は半分に減ると見られます。気になる匂いは、生ゴミ特有のこう臭さみたいな、生臭さみたいのはないんですね。そうですね。これで今度はゴミを燃やす燃料の一部として使うというのです。事前に水分を飛ばすことによって、焼却炉で燃やすときに、その時に使う化石燃料を減らすことができます。これまで捨てられてきたゴミをこの機械で発酵乾燥させて、肥料、飼料、燃料、またはその燃料を使って発電まで、していく、資源を循環させる仕組みを狙っております。水分を減らすだけでゴミの減量はもちろん、ゴミをゴミとして終わらせずエネルギーに変えてしまおうという、地球に優しい循環システムになる可能性を秘めています。この観光地南伊豆では観光客の方もゴミを出される、宿泊してゴミも出るということなので、海山の問題が多々ございますので、町としても全力で取り組まなくてはいけないというふうに考えております。